7回投手交代時、マウンドの DeNA、三浦大輔監督、右。左は、戸柱春隆、撮影、荒木隆雄、ジェラクライマックスシリーズセファイナルステージ、巨人4-1 DeNA、第4戦、DeNA3 勝2敗、19日、東京 DeNA は、ファイナルステージ初黒星を喫し、ファーストステージからの連勝が5で止まった。打線が6回の戸柱春隆捕手34のソロ本塁打による1得点に封じ込められ、7回にセーフティースクイズで勝ち越されるなど足を絡めた攻撃で、停滞3点を失った。三浦大輔監督50の主な一言一答は以下の通り、ジャクソンは7回途中4失点の力投、しっかりと先発の役割を果たしてくれましたし、良かったですよ。井上に好投を許した、相手もボールも良かったですし、あそこで戸柱がよく打ってくれましたし、そうなかなか全てがうまくはいかないですね。7回の重投は、バッテリーも頭にはあったと思うが、巨人の隙のない攻撃だった。そうですね、オースティンの悪送球は、焦りもあった。そうですね、ちょっと引っかかったかなという感じでしたね。CS 前にミスは忘れろと。切り替える、もう球場を出るときには明日に向けて準備していますから、佐野が、至急交代、今、トレーナーに治療してもらっています。戸柱の活躍が光る、リードもそうですけど、しっかりと自分の役割、チームを引っ張ってくれています。巨人は、なりふり構わず勝ちに来た、なりふり構わずというか、足を使った攻撃というのはシーズン中もしてきますし、そうすべてがうまくやらせてもらえないなというのは、当然、ありますし、これを引きずらないようにして、明日に向けてやっていきます。3勝2敗になったが、もちろん今日の反省は反省して、さっきも言いましたけど、忘れて、また明日にいい状態で入っていけるように、準備していきます。そう簡単に全部勝たせてもらえないのは分かっていますから。これを引きずらないことです。一球速報へ、プロ野球日程へ。